さあ、映画のこんばんは、ハルケです。今回は TOTY が開幕したので、パクを引いていきたいなと思います。まずは、アタッカー選手からということになってます。2日間限定でアタッカーが排出中になってます。で、また同時に TOTY アイコン、チーム1の選手たちも配送されているので、まあ、アタッカープラス TOTY アイコン、チーム1ということになってます。誰が欲しいっていうね、全員欲しい。まあ本当に TOTY はすごく盛り上がってると思います。その中で、引きたい。行きましょう。引くよ。さすがに。まあパック。いや、どうしようかなっていう風にもね、迷ってるんですよ。やっぱね、でも一番、いっちゃんいいのは、やっぱり全配信の時にね、バーンって、もうめちゃくちゃ引くのがいいから、58パックありますけど、全部引こうか、ちょっと迷ってるんですよね。まあ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 。あんまり、うん、ここら辺のなんか、しょぼーいパック、めっちゃ遅い！めっちゃ重い！なになになに？めっちゃ重いんやけど。なに？ TOTY？ なにこれめっちゃ遅いんやけど。めっちゃ重いよ。演出。ただのクリステンセン。ただのクリステンセンでした。なんかめちゃくちゃ重かったけど。なんか TOTY かなと思ったけど。なになになに？めっちゃ重たい。これが TOTY？ むちゃくちゃ重いぞ。ほら、めっちゃ重い。なになになに？なによこれ。これが TOTY のやり方？何？何これ？ちょっと一回出させてください。なんかむちゃくちゃ重たくない？どうした？どうした？大丈夫？いけるね？いや、なんかずっとロードみたいなのが出てんねんけど。いける？なんかめっちゃ重たそうな感じすんねんけど。あ、いけるいける。な、ストア入ったらあかんな。なにこれ、めっちゃ重いんやけど。ちょっともう一回行ってみましょう。めっちゃ重たいね。ほら。なになになにこれ。大丈夫？あ、パレホでかいな。ウォークアウトしてんのはでかいな。なんかめちゃくちゃ重たいけど。どうした？どうした？はいはいはい、再開していきたいと思います。なんかちょっとバグだったみたいですね。バグっぽかったみたいです。いきましょう。アタッカー選手です。なんか TOTY が始まってから不具合が多い気がします。気のせいでしょうか。バベコイ。お、ちゃうね、ちゃうね。ムアニだ。ただただすごくこれ波乗ってきてるね。ちょっとあるね、これ。めちゃくちゃバペの匂いがします。こんな、Y のバペとか当たったらほんまにどうしようかな。まあ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 。当たってから考えよ。それは。もう当たるんちゃうかとか、当たる気配するかとか言ってきてもう何にもないから。当たってから考えよ。そうしよう。とにかく欲しいの誰？バペ、メッシ、ハーランド、ハンセン。スミス、サムカー、リベリー、R9。演出もね、どういう風な感じなのかが、ちょっとわからないので、ぜひちょっと Y の演出を見てみたいなという風に思います。ただね、サムカーとか、スミスが、意外にも安いんで、150ぐらい ?140、50なんで、結構安いんですよ。だから、意外と当たりやすいんちゃうのっていう。まあ、女子選手は結構、え？マルコも2連続で来てるけど。大丈夫か？めちゃくちゃ不安です。こんなマルコも2人も連れてこられて。まあ、残り50パックです。いや、どうしよう。ほんまに。でも、やっぱ全配信ちょっと残しておきたい気持ちはあります。まあ、あと、ミッドフィルダー、ディフェンダーもね、あるんで。
ちょっとね、まあここら辺のなんかこうあんまりこう期待値が高くないパックたちは全部引こうと思うんですけど、もしかするとちょっと残しておくかもしれないです。この動画では全て開封はしないかもしれないです。ちょっとそこだけはご了承いただければと、全排出に向けてのと思ってもらえれば。でもそんなんね、これ引こうかなこれ引かんとこうかなって迷う前に TOTY が当たれば、なんのあれもないよ、なんの問題もない、みんなハッピー、よかったやんかー言うて、それ目指します。それ目指してる。あんま期待しないパックから来るっていう可能性も十分ありえるからね。ゼロではないから可能性は。レアエレクトラも行きましょう。82以上です。まあちゃうな。ただやっぱりね、ゼンハイスの時とは違うのは、アタッカーとかミッドフィルダーとか、マルキーニョス来た、アタッカーとかミッドフィルダー、まあディフェンダーも含めてそうですけど、 Y の演出が来たら確実に Y なんで、もう配されてるのがもう Y だけやから。マンチーニも2連続で来る選手やめて。だから全ハイズになってくると Y の演出かと思いきや、その特別賞候補選手っていうこともありえるんで、ただこの期間に Y 青い光なんかなパーって来たら、あれメッシ、メッシ呼び寄せてくれるなこれ、多分ブスケツだ、ブスケツがこれ頼むよ。なんでこれ演出が出た時点でもう激アツですよ。特にアタッカーなんかもう全100万超えやから頼む。また TOTY アイコン、そういうアイコン選手たちもいますんで、ちょっと頼むよっていう。ただなんかね、高レートが結構来てるんですよね。金選手たちは当たりやすくなってるのかもしれない。ただ Y 欲しいよな。まあ、ほんと今作の当たりやすさがどんなもんかわかんないですけど、 Y って本当に弾ける人限られてるんで、それぐらいちょっと幻感はねあるんですよね。毎作なんもうなんぼ弾いても出えへんっていうのがやっぱ Y だから、ちょっと弾きたいなっていうのはあります。あれ色ちゃうけど、これはアルゼンチンのリーグだね。マジで頼む。マジで頼む。まあ、まだです。まだです。正直ね。まだまだ。全然全然。まだ全然いけるよ。残り42でしょ。全然いけるよ。違うな。まあ、あとは CF 報酬。2週間分の CF 報酬も、裏に残ってはいますんで、それちょっとかけたいね。それにかけたい。87×2 とかも多分あるから、それちょっとね引きたいなーっていうのはあります。マジで頼むぞっていう。あーチアゴシルバね、いいねいいね、ここら辺いいね。あーいいね、いいよいいよいいよ。あとはやっぱ素材、できるだけ高レート。もう素材あれへん、なんにもないぞ。プライムエレクトラムいきましょう。80以上が1名確定。まあ、プライムエレクトラムじゃこんはな、なかなか。この人よう来るな。さあ、頼みます。なんかちょっとふとした時に来てほしいね。あんまりなんかもうこれ当たらへんって思ってるから。もうこの時にバッてなんか青いのポンみたいなね。来てほしいなーっていうのはあります。あーオタビオね、ほぼロナウドやけどね、これオタビオほぼロナウドみたいなところはあります。頼むよ、ちょっとほんまに今作の Y はちょっと違うよっていうところを見せてほしいね。プライムミックスいきましょう。なあちゃうな、全然ちゃう、全然ちゃうぞ。そんなんちゃう、そんなんちゃう。あ、エリクセン。まだいけるね。まだ全然、何も焦ることはない。何もまだまだ焦ることはないよ。こっからだよ。プライムミックス。
プライムXがなんか結構多いな。うんちゃ。演出ちょっと見たいねんな。演出を見せてほしいねんな。どんな演出かっていう。で、正直 Y なんかもうトレフカでいいからね。トレフカ。もう売らない、売らない。当たっても。まあ、ちょっと高かったら売るけど。ただ、ちょっと、別に売れる選手として来るわけじゃなくても、ね。うん、売れない選手として来ても、めちゃくちゃ嬉しいから。欲しいな。メッシとか欲しいな。レアミックス選手。いやーちゃうな。まあまあまあ、こんなんで Y 来たらもうみんな引けるよ。こっからだから。こっから来るから。こっから来るよ。こっから乗ってくるよ。本当に。あとはちょっとハンセンがちょっとレベルが違うから、ハンセンも欲しいな。ああ、オッケー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 。アメリカね。あと Y のアイコン。多分アイコンの方が当たりにくいと思う。現役のその TOTY より。多分ね。多分ね。ちょっと確率一回見たろかな。逆に。エピック、これわからへんから。ジャンボレアパックプラスでしょ。ジャンボレアパックプラスでも 1% 以下 1% 以下やから、これやばいね。だ単純なジャンレアはもうほぼ無理ってことです。もっと隠れていくから。ジャパンがよう来るな。ジャパンがよう来るぞ。あ、鎌田だ。一回、ちょっと、あ、なんやこれ、なんや、やれんのかっていうパック、引きましょうか。うん、これやな。ここら辺あるな。ここら辺多分 CF やな。8×20。ほうほうほう、めっちゃいいやん。キャンペーンミックス。なんや。これは早撤回せっていう感じです。もうこれはもう引きません。これはもう自分で引きます。こんなわざわざ、ね、Y 当たらんパック引くわけにはいかへん。8号ピックじゃないね。8号、1名いこう。これ一本釣りあるよ。ないか。チリ。あ、女子だ。でも88でかいね。88でかい。ちょっとあんまり読み方はわかりません。エンドラー。こういう人 Y ね、候補選ばれてましたから。ノミネート選手で選ばれてたんで。さあさあさあ頼むよ。ただ、でかい。これと。ちょっとその横にあった 81×2 名も引こうかな。これか。残り30パック。あー、前な、俺も前な。こんなんできたら。ブラン、よー、ドルトムント。ドルトムントコンビできました。いや、ちょっとでも CF 報酬、ちょっと熱いな、ここ。ここのゾーンが熱いな。あと 83×20 が2つで 84×20。まあ、目標とかですかね。これはもう、なんや。お、お、これ、無料でもらえたやつか。これいっていいですか。これ当たるんちゃう。かも。ここで見せちゃっていいよ。ちゃうな、もう演出が。マネだ。絶対マネ。でかい。86はでかいよ。86はでかいよ。でかいでかい。いや、ナイスよ。ああ、いいね。ああ、いいね。オッケーオッケー。いいよ。いいよ、いいよ。ただまあ、ちょっと、ま、というふうな感じです。アルティメットもでももうほぼ、ちょっとなかなかないでしょうな、確率的には。それだけね、やっぱこれまでのイベントとは、Y はね、違うんです。やっぱ当たりにくいイベントではある。の、すごい、牛がすごい並んでます。いや、ちょっと、いや、でもね、ありそうなパックはね、ちょっとありそうなパックはあるんですよ。レアミックスいこう。81×80、色ちゃうけど、あ !TOTW だ !TOTW 来た。でかい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 。でかいでかい。
ナイスナイスナイス。しかもトレカやったね。わあ、いいね。でかいね。でかいでかい。ちょっと TOW だけ取っときましょう。よしよしよし。いや、いい感じで来てるよ。いい感じで来てるよ。そんなになんかこう、ガクンと、なんか腰落とすほどの内容ではない。なんかいけそうな気がします。なんかありそうな気はします。おー、ベルシル。でかい。いや、あるぞ。これめっちゃ波乗ってるぞ。めっちゃ波乗ってる。今。行ったろかな ?86。うわ、なあ、どれ行こう。今ね、めっちゃ波乗ってるんです。トレフカの方がいいか。86×2 行こうか。めっちゃ波乗ってるから。行こう。これあるぞ。わ、行こい。なあ、ちゃうな。ただ、裏があるよね。あ、でも演出ちゃうか。デブライネデブライネ来た。デブライネ来たぞ。よし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 。めっちゃ波乗ってる。めっちゃ波乗ってる。これ、行ったろかな。行ったろかな、これもう。87も。行ったろかな、これ。波乗ってるからな、でもこれ。どうしよう。波には乗ってる。行こうかな行こうかな、ちょっと行こうかな、アタッカーやしな。ちょっと行きますわ。波乗ってるんで、来い。あ、色ちゃう。 TOTW か。ブルーの裏に TOTW だな。これ間違って青く光らへんかな。あー、ドンちゃんドンちゃん選ばれたんや、 TOTW。ナイス。ただナイス。でかい。もうやめとこ。もうちょっとやめとこ。もうこれはあかん。もうあかん。ジャンボプレミアムゴールドパック。いや、ちょっとありそうやったけどな、今の流れで。ちょっとありそうやったけどな。後編か、Y。Y、なかなか難しいよな、やっぱり。しかも、自分の場合はもうイベント普通のイベントカードでも当たらへんからな。んな、 Y なんか引けんのかいっていう風な感じやけど、大丈夫かな。自信ないわ。メガパック行きましょうか。まあ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 、83かけ、あ、パレです。やっぱちょっと高レート来やすくなってない？ちょっと高レート来やすいよね、多分。俺だけ？なんか高レートが来やすいような気がする、いつもより。TOTY になってから。アルティメットレンタル。これいらんやん。なんや？なんか、なんやこれ？なにこれ？いらん。別にいらんわ、今推し面は。今そんなに推し面は、そんなによ。84×10 名あるな。レアゴールド、レアゴールド、レアゴールドはちょっと難しいでしょうけども。アーノルド、いいね。うーん、あー、これは OK。 よし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 。いや、高レートはなんか来やすくなってる気がするんやけどね。気のせい。キャンペーンミックスさんもこれほんまにいらんな。ほんまにいらんな、これ。キャンペーンミックス。メガパック、あ、色ちゃうかなと思ったけど。サリバ、じゃ、サリバじゃないわ、ガブリエルか。うん、オッケーオッケーオッケー。いや、備え悪ないよ。備えなんか何も悪ないよ、別に。全然。ちょっとここらへん、まあこれでいいか。いや、うん、全然全然。アタッカー、でもこのアタッカーの時にやっぱ引いときたいよな、一人 Y を。うーん、プライムゴールド行こうか。プライムゴールド行こうか。あるんちゃうかな。フランスゴールキーパー。ユベントスって誰だ。女子だな。
あー、オッケーオッケー。なんかありそうな気するんやけどな。なんかちょっと匂いはね、ちょっとありそうな気が、香ってはいるんやけど、なんかあんまり姿は見えないですね。アルティメット、アルティメット4つあるな。メガパック消化しようか。メガパックとりあえず。やっぱね、パック引いてないとね、消耗費もね、全くもうありません。ケミストリーサイドとかも何にもない。おー。まあ、契約はまあいいとして、ハンター、でかいね。あー、レアルマドリー。レアルマドリー、ちょっと高く売れるかな。ワンチャン。5000。ん？わからん、もう。これでいこう。ちょっとあるよ、でも。とにかく今ありそうな選手はマイアミ、ブスケツ来てましたんで、メッシだったらコロムアニ、もうあんなんがっつりバペやから、だからバペ来るでしょうな、可能性として。今作はまだこのアタッカーの時かわからへんよ。でも来るんちゃうかっていうなとこと、ハーランドはデブライネ、まあ、デブライネ来たんでハーランドもちょっとあるなっていう風な感じなんで、結構ありそうな感じするんですけどね。なかなかちょっと今のところは収穫はないですね。収穫はない、ありそう、ありそうでない。アルティメット行こうかな。アルティメットでもどうなんやろ、こっちのとかの方がなんか当たりそうな気はすんねんけどね。アルティメットよりもう一回行った方が、4つあるから。頼むよ。これ多分 CF 報酬ですわ。ないなぁ。アルジェリア、嘘。ん？ベナセル84。もうあかんな、アルティメット。もう、行きますわ。あんまりなんか期待、持てない。あんまり期待持てません、アルティメットは。もう TOTY 期間になって、もうアルティメットはもう、あんまりや。そんな当たらん。もう究極のパック、究極のってもう嘘やからこれ。ほんまに。もう全く、誰？グリーリッシュ ?85。ウォークアウトすらしないっていう。もうね、嘘です。これはもうアルティメット。アルティメットっていう言葉がいいだけで、これはもう赤。ムアに来てる！あれ？バペ？あるぞ。バペがちょっとちらついてきてるぞ。もっかい動く、アルティメット。ちょっとあると思うね。バペ、コロムアには2回来てるってことは、もうほぼバペですよ。融合してみたいな感じで。あるんちゃうかな？一回いとこう。いや、もういい演出がちゃうもんな。シクリにある。ほら。どっち？バペ来てるの？いや、バペが来てるな、これ。来てますわ。いや、また。ウォークアウトすらしないぞ、また。ブースケさん。メッシ？いや、メッシとバペがちょっと近づいてきてます。ただ、どうしよう。もうちょっと溜めたいよ。アタッカーでこんなに引いてもうたら、もうやばいよ。レア選手、一個行こうか。レア選手、ちょっと一旦。いや、演出がもうちゃうもんな。色がちゃうもんな。で、レア選手、ラポだ。もうウォークアウトすらしひんよ。85でしょ？ 5 かな？ 5 だよね、確かね。マルコムはもう何回来てんねんろ、この子は。よう来てるぞ。なんか、4、5回は見てるような気がするけどね。ラストいきます。ラスト。ちょっと、アタッカーでこんなにこうやりすぎてもね、やっぱ全敗数も回ってますし、ミッドフィルダー、ディフェンダーも回ってますんで。83×20、これいきます。バペは必ず来てるはず。メッシもちょろっと顔出してる。この二人どちらか行きたいと思います。TOTY お願いします。演出あるんちゃうか？ないぞ。スパニッシュ。バルタ！裏に！
青くなれ、金が青くなれ、青くなれ、ルーベンだ。